これがバードワークのですね、走りを物語ってますね。ここで花が入ったんですね。暑いですけどもね、口は絶対に開けません。胸の吐息というか、ほとんど大きな息遣いがないですよね。これがエリフポインターの特質です。これはいくらですね、そういう能力があったとしたって心肺が弱いとそうはいきません。それで日本人が真上に舞い上がってくれれば、もう本当に嬉しい一言につきますよね。ゴー、ケイ、オッ、ゲットバイ、ゲットバイ、オッケー。